運び、その後3回目ぐらいか、3度目の正直でしたね。この顔見てください。やる気みなぎってる顔、やる気ってるかな、どうかな。味、味だけ、味をください。まず食べへんのよ。お客さん見ます。お帰りますか。 お帰りですか。さよなら。おすれんくんです。オランドランって早う食べない。味ちゃうし、フード。なんでこれ落としたんよ。寝てるか。あれね、ルックもよく寝てるよね。1個落ちたよ、ほら下。はい、行きますか。さあ、満を持して。そろそろ行きますか。満を持していきます。ちょっとこの台にしよう、ちょっと大丈夫かな。よいしょ、レン君。そう、はい、まだ行こう。よし、よし。中身の嘘、肉眼では見れへんかった。あ、肉眼で見れ、あ、取れてます。取れてると思うんやけど、思わず顔見ちゃった。もう一回。めっちゃ今めっちゃ良かったです。ちょっと待ってください。ちょっと見たら開けます。今の良かった。いや、史上最強かもしれない。すごい瞬間に私の見てる画面が真っ暗になった。よかったよ。今のリプレイでどうぞって。てんくん、もうできないんじゃないかな。いきますね。最高やった。まだまだ、よし。ほら、さっきの方が良かった。私、朝に一回すごいいいの見たね。うそ、それ撮ってませんか。撮ってません。それに、なあ、それ完璧な、変えてくれませんか。結構一発目のやつ、よかったっす。楽しみ。寝てるかな。リプレイ何回もしといてください。もう一回だけ1個かしか映ってないかもしれない。まだー行こう。よし、やっぱり一番初めのやつがよかったかな。いや、まあ、そもそもペコのクオリティがすすめなのかっていう。ちょっとでも、ちょっとだけ言い訳させてもらうと、こればっかり教えてるわけではなく、ここにちょっと時間を使ってはない。なかなか長いね。かれこれやり始めた。あっちのハウスからですからね。聞いた、レン君。嘘でしょ。やすぎるんだよ。あー、寝ちゃう。ちょっとこの間館長が取りに来てたやつも見せてみる。緊張してた。緊張してた。私が緊張してたよね。緊張してた。見しちゃう。抱っこポーズ。あ、ほらなるよね。抱っこポーズ見せちゃう。やりますか。一番さ。あの子が緊張してるから。ちょっと待って、昼間だ、昼間だ、昼間だ、ちょっと待って、こっちに行かしますね、まず濡らしておないで。どうぞ。ちょっとお待ちください。どうぞ、こっちに。これでね、館長の時もこのやり取りがあったんですよ。こっちへ行きたくない。どこ来んの、どこ来んの。こっちスタートにしたいんです。無茶な、そんな無茶な。狭いところに、いつもここから狭いところに3人が出ません。いきますよ。これをね、まだ入れてく、入れてく、あららららほんとは、もうちょっと待ってくださいね。手を上げないけど、今ちょっといい感じです。
え、これ館長の時はしやへんな。なんか1回だけやって、次はもうなんかもうプールに入らなかったり。もう私との噛み合いが全然なかった。もうフード食べませんよ、みたいな。で、こっちから入ります、あっちから入りますをひたすらなんかやって。なんかグダグダでした。そっちからさ、入ってくれたらいいんだけど。失礼しますねっていう。僕入りますか？いくよ。プール。プールで、ここの私の手を持って。さあ、まだ。よし。取れました。はいはい。もうちょい長めですか。カメラ夜好きもない。あ、そうですね。わかりました。わかりました。おれんくんのことしかか。ほらほら見ましたか皆さん。こんな感じでやってるよね。ネタとして使っていいのかな。あ、どうだ。やらないでくださいって言ってましたよ、ね。私自分は素直にやる。仕事はやらといて。って言って、そこれを見たんですよ。そう、今これちょっと教えててとかっていうの。もう一回じゃあ行きますね。カメラの大公開。実はこんな感じでしたから。ごめんごめん。もうこのいちいちこっちに来るのが大変。ちょっとね、こうして、プールで、まだだよ。ちょっとここでこうしてほしい。やな、これ。よし。今結構じゃん。集めて集めて。濡れちゃったわ。よかったね、取れ高ありましたよ、今日。館長館長なかった。館長ちゃん、申し訳ない。要相談やから、ちょっと待って。申し訳ないですけど、あの時は取れ高がなかったのに。えい。やってるじゃん。